マスローチングの高根です。あなたのダイエットが失敗している、あなたが太っている原因はズバリあなたのストレスにあります。ストレスが原因で物を食べ過ぎてしまったり、体に良くないものを食べてしまったりします。それは時間がない、お金がない、そして人間関係が悪い、こういった要素が主な原因になっています。じゃああなたは一体何から直したらいいでしょうか。まず自分が取り組みやすいことから取り組んでみてください。もしも運動を10分間やるのが苦にならないのであれば、運動を10分間やってみてください。そうすると自分が受けていたストレスが運動によって発散されます。そうすれば不要なものを食べずに済みます。もしあなたが朝食のメニューを変えるぐらいだったら楽勝だと思うんだったら、朝食のメニューを変えてみてください。朝食に卵、アボカド、プロテイン、その他にバター、ナッツ、肉、魚、緑黄色野菜、こういったものを取ってください。何を取ったらいけないかというと糖質です。ご飯やパン、麺、それからフルーツ、グラノーラみたいなもの。朝に糖質を取らないことによって体脂肪を燃やしやすい体になってくれます。逆にしてる人が非常に多いです。夜に糖質を抜く人非常に多いんですが、夜ご飯っていうのは人の生活の中で一番美味しくて一番楽しみにしているものです。その中から楽しみを奪ってしまうと、これはストレスになりかねません。それに比べて朝ごはんはシンプルに変えていくことができます。もしあなたが自分の体を撮ってインスタグラムに載せることに抵抗がないのであれば、ぜひインスタグラムのハッシュタグ、炊き痩せの輪に投稿してみてください。ここではビフォーアフターをたくさんの人たちが紹介しています。そしてどの運動をやってどういう風に痩せたのかということまで書いてくれてますし、毎日みんなが投稿しますから、毎日みんなと一体感を持って運動を続けていくことができます。あなたがダイエットのために良かれと思ってやっている運動や食事や生活習慣、これがまたあなたのストレスになっている可能性もあります。必死にカロリー制限をしようとしたり、これはダメ、あれはダメだと考えてしまうことが、もうこれはストレスになってしまいます。ストレスのない環境さえ作ってしまえば、あなたのダイエットは成功したも同然です。運動するのが楽しい、食事をとるのが楽しい、そしてどの食事をとればシェイプされた体を保つことができるかを知っている。そうなれば、たまに甘いものを食べたり、お酒を飲んだりしても全く問題ないわけです。そして運動もして筋肉もあれば、それだけ基礎代謝も上がってきます。取り組みやすいことからまず一つずつ取り組んでいくこと、問題を一つずつ改善していってください。そして多くの場合一人でやるとストレスになります。ですから SNS をうまく活用して、みんなと一緒にダイエットにチャレンジしてください。そうするとすごく楽しくやっていけますし、逆に仲間がたくさん増えてきます。運動に関しても嫌な種目はやる必要はありません。痛みが伴う種目もやる必要はありません。自分ができる時間にできる運動をやるだけでいいです。楽しくてストレスがなかったらどんなことでも成功してしまいます。僕らはアスリートではありません。アスリートではないので、そんなに節制する必要はないんです。もともとないです。一般の人はストレスをなくす、そして楽しくやる、そして続けていく、これがダイエットの成功法則になります。一歩ずつでいいので環境を変えていきましょう。自分の周りにシェイプされた体を保っている人をたくさん仲間を作っていきます。自分の周りに幸せな人の仲間をたくさん作っていきます。ストレスがない仲間をたくさん作っていきます。そうすればあなたもそうなります。逆に周りにストレスだらけの人、周りに脂肪をたくさん溜め込んで体重過多の人、周りにアンハッピーな人がたくさんいると、あなたもそうなってしまいます。家の中にお菓子ばっかりあるとあなたは太ってしまいます。ですから家の中にはヘルシーなものをたくさん置いておきましょう。お腹が減ったらプロテインを摂るという風にするのも非常に効果的です。体に悪いチョコレートを食べるよりはプロテインの入ったプロテインバーを食べた方がいいです。たくさんのダイエットの方法があります。その中であなたに合うダイエット、あなたに合わないダイエットもあります。ただポイントは一つで、あなたがそれをやっていて幸せかどうかです。それをやっていて辛いんだったらいずれやめてしまいます。いずれやめてしまえばまた太ってしまいます。それをやってて楽しければずっと続けることができます。ずっと続けることができればダイエットに成功し続けます。健康な体でいることができます。
もう失敗するダイエットは終わりにしましょう。最後にもう一度食事メニューについて徹底的に詳しく解説します。朝ごはん、もしあまりお腹が空いてない時は、僕の場合だったらプロテインだけ飲みます。そしてまたお腹が空いてから次の食事を食べます。お腹が空いてない時に無理に食べる必要はありませんし、お腹が空いてる時に我慢する必要はありません。大事なのは何を取るかです。同じ100キロカロリーでもお菓子を取るのか、それとも肉を取るのか、大きく変わってきます。朝取った方がいいのはタンパク質と脂質です。タンパク質は肉、魚、これらをメインに取ってください。もちろん卵やプロテインも OK です。脂質に関してはナッツやバター、またアボカドを取ってください。もちろん肉や魚にも脂質は含まれています。何回も言いますが、大事なのはしっかりと必要なカロリーを取ること、必要な栄養素を取ることです。カロリーを減らすことがいいことではなく、体にとって必要なものを必要なタイミングで摂ることが必要です。体脂肪を落としたいのであれば、朝食での糖質は避けるべきです。ただ、体脂肪を緩やかに落とせばそれでいいという人は、雑穀米であったり、ライ麦 100% のパンであったり、そういったものを摂っても構いません。ただし、体脂肪の減りは緩やかになります。一時期注目されたバターコーヒーを飲んでも構いません。コーヒーの中にバターを入れます。ただこのバターの配分も人それぞれ変わってきます。僕の場合だったら 10g とか 20g でもう十分お腹いっぱいになります。それを 30g 入れる人もいますし、それは体の大きさによって変わってきます。190センチある男性と140センチの女性だったら絶対的に摂る量っていうのは変わってきます。ですから試してみて自分に最適な量を見極めてください。朝食をとって次昼食まで、その間空腹にならなければいいです。朝食をとりすぎてしまうと、もう昼食が入らなくなってしまったり、逆に量が少なすぎれば昼飯の前にお腹が減って、また余計なものを食べてしまうかもしれません。それは自分で試して決めてください。昼食と夕食については、先ほど朝食に食べてくださいといったものに加えて糖質を取っていきます。糖質っていうのは、ご飯、パン、麺、こういったものです。ただ糖質をメインで取るわけではありません。糖質はせいぜい茶碗一杯、女性の方だったら茶碗半分ぐらいで十分だという人もいますが、おかずがメインで、ご飯っていうのはメインではありません。少量のおかずでご飯を何杯も食べるみたいなことはやめてください。どうすればヘルシーになるかというと、色とりどりの食材を使ってください。色とりどりの食材で品数が多ければ自動的にヘルシーになります。逆に言うと、牛丼みたいにご飯が大量にあって上に肉しか乗っていない、これだと非常にバランスが悪いです。またはラーメンとご飯であったり、うどんとご飯、お好み焼きとご飯、こういったものも非常にバランスが悪いです。不足しがちな緑黄色野菜をきちんと摂るようにしましょう。そして新鮮な食べ物を食べている限り、食べ過ぎるということはありません。僕らが摂りすぎてしまうものというのは全部人工的にできたものです。お菓子やアイスやジュース、こういったものは摂りすぎることができてしまうので、それでカロリーオーバーになって太ってしまいます。ただ考えてみてください。新鮮な肉や野菜、魚、こういったものをどれだけ食べようと思っても、ある一定で自動的にストップします。人間の体はストップします。ここまでで栄養十分だから、これ以上のカロリーはいらないというふうに判断するからです。一方、お菓子はずっと食べ続けられてしまいます。適切なものさえ選んでいれば、あとはカロリー計算の必要は一般の人は必要ありません。必要があるのは体重制の階級があるようなアスリートだったり、そういった特殊な場合だけです。一般人には必要ありません。それよりも日々の生活がインスタントだらけになっていないか、ファーストフードだらけになっていないか、きちんと調理していますか、きちんと調理してくれる店に行っていますか、こういったことから正していきましょう。多少のスイーツ、多少のお酒、全然構いません。楽しんでください。楽しむことでストレスはなくなります。人生がハッピーになります。間食について。間食について、僕の場合だったら、ブラックコーヒーを飲んだり、プロテインシェイクを飲んだり、または、
朝食や昼食、夕食で余ったものを食べたり、これが最も好ましいのですが、別にお菓子を食べることを否定しているわけじゃなくて、たまにお菓子を取るのは構いません。ただ取る量を気をつけてください。お菓子を食べ過ぎてしまうというのは、知らず知らずのうちに自分にストレスがあるからです。ストレスがあれば、そのストレスを何かで解消しようとします。運動をたくさんしていたら、そのストレスが運動で解消されます。ただ運動もしてなくてストレスだけ抱えていると、もう甘いものを食べるということしかストレス発散がないと、こうなってしまいますので、自分のストレスレベルをできるだけ低く抑えるということに注力してください。もちろん睡眠も大事です。しっかりと寝たいだけ寝てください。昼寝もしたいだけしてください。睡眠の状態が悪いことがストレスにつながります。また仕事が嫌だったら転職するということもできます。自分で起業するということもできます。別のチームに移ったり、別の部署に移ることもできます。自分は何も決めることができないと思ってませんか？そうじゃなくて、自分の人生は全部自分で決めることができます。嫌なことは嫌というふうに断って、やりたいことをやりましょう。そしてそれを可能にしてくれるのが、自分が世間に対して何を価値として提供するかです。何の価値も提供できなければ、自分がストレスを受ける環境に甘んじてしまうしかないかもしれません。ですから運動して、食事生活も良くして、ライフスタイルを改善して、どんどん自分の価値を高めていきましょう。高める中でストレスなくなっていきます。自分がやりたいようにできるようになってきます。何も意識してなくても健康になってきます。考えてみてください。ストレスがなく健康で幸せな人、この人たちっていうのは別に何も考えてないんです。自然にできてます。もし自然にできてないということは、少なからずそれがストレスとして感じられるはずです。その状態というのは、まだ幸せという状態には達していません。全てをあなた自身で変えることができますし、そのあなたを変えるためのアドバイスを YouTube や Instagram の中で行っていきますので、ぜひ今後ともマッスルウォッチングを見て、健康でストレスのない幸せな人生を作っていきましょう。以上です。